どんな人でもやらなきゃなんだし、ワイドに違うの、はい、そういう本当にコアな厚みのある人間になりたくて、福町に着きましたね。着きました。懐かしいですね。3年間こう住んでました。あ、変わってる。毎朝集中力を上げるためにずっとそこの商店街走ってたんですよ。彼から学ぶことがありすぎるんですよ。いやいつからの付き合いなんですか？もうなんか20年ぐらいって言いたいところなぐらいの付き合いなんですけど、でもリアルにもう 2,3 年ぐらいだよね。そう僕がここに来て人気になった理由も彼なんですよ。一番僕がそのホテッパーでランキングで1位取った時に全部彼にお願いしてて、業界誌の関東の撮影も全部彼だったりとか、そう、全部僕のスタイルには彼が乗ってるんですよ。そんな関係性なんで、だから一日この翔くんのスタイルだけで10人とか、翔くんのスタイルだけで15人ってるとか、若い子のベーシックなんですよ。若い子の今のなりたい感じベーシックなんですよ。かっこいいし、かわいいし、美しいし、でも知性があるみたいなところのスタイルなんですよ。っていうあのスタイルです。様々です、本当にもう一生ついてきます。もう一生あの一生来てください。いやもう一生お願いします。本当に、いやまあ斉藤さんは僕なんか変なことを言うと思うんですけど、会えると思ってなかったです。っていうのもその斉藤さんっていう人に会えるかどうかじゃなくて、こんなに自分が尊敬するって思う人にまさかこの年齢で会えると思ってなかったです。特に一番ぶっちぎりですごいなと思うところが一つありまして、本当にあの人の気持ちをこう考えてあの行動してくれるところです。優しさですね。その、まあ、優しさっていうのももちろんヘアサロンなので、こう髪の毛を切ってくれたりするときにあのすごく実感するんですよね。例えば髪型押し付けないとか、その人のもちろんまず顔を見て顔に合う髪型を選んでくれて、そこから例えば頭の骨格であったりとか、例えば眉毛の太さとか、顔の輪郭とか、そういうところを選んで髪型を作ってくれたりするんですけど、それに加えてすごく自分の話を聞いてくれたりだとか、それもした上で自分の働いてるスタッフさんにも気を使えてて、なんかすごくこう自然体に入れるというか、すごくその空間にいてすごくこう気持ちいいな、そういうなんか居心地の良さがあって、そこが本当にすごいなって思いますね。優しさが飛び抜けてます。なんか何かパクリのようなとこですか？パクリですかね。パクリです。あの全てがレベル高すぎて、あの一言でしまえば無理ですね。パクリというかやっぱ学びになる。これだったら自分もって思うのは、やっぱりこう他人に気を使えるところと、やっぱ常に笑顔でいるところですね。やっぱりこう人って誰かがこうプンプンしてたり怒ってたりするのを見て、それがどんどん周りに波状しちゃったりして、それが例えばお客さんだったりこうスタッフさんだったりとかアシスタントさんとかってどんどんこう広がっていっちゃうと思うんですけど、斉藤さんはですねそれが一切ないんですよ。常に笑顔ですごいあのカットとかしてて終わったと思ったら、なんか後ろになんか目あるんじゃないのかみたいなスピードで急にこういうの大丈夫とか、例えばあのいろいろ心配をしてくれるわけですよね。なんかそれがすごくて、やっぱ気遣いができるってところがあの長すぎてるので、やっぱ見よう見まねにパクることはできないと思うんですけど、やっぱり常に笑顔でいるとか怒らないとか、こう自分に気持ちで余裕でいるとかで、周りに聞く場合をしつつ自分の今やってることを集中してやる、こういうのってすごく
あのパクりたいというか真似したい学びになるなっていうところになります。斉藤さんとはどんな人ですか？そうですね、やっぱ何よりお客様第一で、まあ、やっぱりすごく尊敬してますし、間違いなく人柄だと思う。でも、お客さんが笑顔じゃないとかないんじゃないかなと思って、皆さんが惹かれていく理由もなんかわかるかなと思やっぱ永福町ってこうやっぱ歩いてる人が人があんま少なかったんで、はい、あの住んでる友達とかもあんまいなかったんで、はい、だいたいいつも僕一人でご飯行ったりして、だからそれこそこの焼き鳥のホッテルも美味しかったし、いかにヘルシーで、はい、いかに食べれるかっていうことを考えて歩いてたんで、あ、なるほど。絶対老化しない食べ物しか食べないんで、へえ、絶対に嫌ですね。なんかこうこの斉藤翔太っていうものを作るにあたっては、はい、やっぱりこう食べたいもの食べてたら斉藤翔太にはなれないんで。なるほど、はい、ここもめっちゃうまいです焼き鳥。こういうね昔ながらの、はい、僕長野出身なんで長野っぽいとこ大好きで、へえ、はい、そうなんですよ。だからつい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 入っちゃうんですよねそうです。老化する食べ物、揚げ物系とかどんどん料理でいうと低温であれば低温であるだけ、はい、老化しないんですけど、高温になれば高温になるだけ、はい、例えばマックスが揚げ物ですよね、はい、生低温調理、焼き、揚げで、揚げが一番やっぱ老化しちゃうんで、絶対にそこら辺は食べないですし、血糖値も徐々に上がっていかないものは食べないですね。一気に血糖値上がっちゃう菓子パンとかは全く食べないですね。炭水化物は取らないですね。脳みそが働かなくなっちゃうんで。これはそれこそこの前、昨日寺さん、寺村さんと話した時に、はい、初めて会いましたね、そういうタイプの方と。いや確かに確かにあの人すごいですよね、そういう徹底が、徹底してて、うん、まさかここまで同じかっていう耳、なんか耳から他の人の会話をあえて入れなくするために、はい、常にオーディオブック聞いてたりとか、自分が入れたい情報以外は入れないために同じことしてましたね。あ、なるほどなるほど、だから面白い方だなと思って、やっぱり会えてよかったなと思って。やっぱ他の人の情報とかを入れなくするのは大切ですか？僕的にはそうですね、僕心理カウンセラーの資格持ってるんですけど、そうなんですよ。あと英語もそこら辺のやつは、あの元々人が好きで人間が好きなんで、はい、そういう面でいうと人間ってこう耳に入る情報だったりとか普段接してる人とかによって、まあ、モデリングっていうんですけど、はい、その人たち嫌もなくその人たちになっちゃうんですよ。例えばこう怖い映画見た後って、はい、なんか超ビビって、なんかこう歩くのが怖かったりとか、はい、学園喧嘩者みたいなと自分強くなって体震えるじゃないですか。そういうものがあるんで、基本的にこう、はい、耳に入る情報で人って気づいてないようで自分がちょっと変わっちゃってるんですよ。声のトーンとか、はい、見せ方とかだったりとか、はい、そういうのをまあ、こう1ミリもぶらしたくないんで、自分が発する言葉と聞く言葉とかは全部コントロールしますね。それは呼吸、食べ物、見るもの、聞くもので全部コントロールしかないとできないんで、だからいつも毎日一分一分自分のやってた行動とかしたことを、まあ、録音とかして、はい、呼吸もあるんですね。呼吸もありますね。腹式呼吸にしてあえて動物っぽくして自分をしてスピード上げたい時は、はい、交感神経を優位する呼吸法だったりとか、全部調節しないと。だからそのためにここのランニングとかも、はい、ちょっと今日は朝からギアやりたいなっていう時はランニングして駅まで行って、はい、逆にこうあんまり今日はいいかなっていう時は言ったり入る、はい、大体こうここの距離感選んだのも大体この駅から家まで、はい、大体歩くと、はい、リアルさっき5分って乗ったんですけど、はい、15分くらいからですよ普通に歩くとそのくらいの大体有酸素運動はさせたかったんで、どうかなと思ったらやっぱちょうどよかったんで。なるほど。近すぎても朝あげれないし、確かに日頃からそういうなんかこう例えば心理カウンセラーとかはもうずっとあの美容師になる前ちょい前ぐらいからやっぱ勉強してたりとか、幼稚園から英語もやってたんでいろんなカルチャーの方と話したいから、はい、今もやっぱ英語は勉強してるんですけど、へこう よりワイドに、よりこう人間の内側に入っていきたくて、ワイドに内側にどんどん入ってこめる、はい、そういう本当にコアな厚みのある人間になりたくて、美容師となって人に喜んでもらうためにはその人の中身価値観知らないと始まらないっていうのがあったんで、まあ、そのまあ人間をよく知るプラス美容でめちゃめちゃうまくなって人を喜ばせることができれば絶対にいや人気になれるかなと思って、確かにこの100ローで買ってました。で50円のサラダ、はい、ここ永福町いいですよ、母ちゃんと一緒に決めて。あ、そうなんですね。永福町はなんかこう長く服が続くから、はい、っていう勝手なあれですよ、意味は絶対分かんないですけど、はい、きっと服があるからと思ってなるほど。僕が一回あの
学校が埼玉だったんですよ。ああ、はんぺんくん。なるほど。はんぺんくん、中村くん、はい、と出会った場所も学専門学校だったんで。やば。で、彼と初めて会った時に2人で話したんですよ。はい。聞いてないか。いやー、なかなか進路どうしましょうって話をして、はい、僕がこう、なんか先輩ぶって、いや、自分のやりたいようにやって自分の強みを生かせるようにしなみたいな話をして、はい、そんな偉そうなこと言ってたらめちゃめちゃ強くなっちゃって、あ、すごいと思ってなんかこう、最強の能力を持った者たちが、まあアベンジャーズもそうだと思うんですけど、はい、そういう業界とかジャンルは違えど、そうやって結果出してる人と僕ずっと一緒に仕事したいなっていうのが僕の目標だったんですよ。今だとそのウェアとかインスタグラムのファッションアイコンの K 君っていう子もいるんですけど、はい、とか源氏さんっていうファッション YouTuber だったり、はい、アバンティスのソラチー君だったりとか、そういう業界内で最先端に行ってる人たちとこうやっぱり一緒に仕事する機会が増えて幸せだなって思ってて、都内行って都内のサロンっていうのはやっぱ僕らの特に、まあ7年前ですけど僕が美容師になる時って、そういう美容師さんたちがやっぱ知名度があるし能力的に高い人たちが多かったんですよ。そういう業界っていうのはどういう会社なのかなって、どういう社会構造になってるのかなってすごく見たくて、じゃあその社会構築なんかこの構造化を理解できれば、あの自分がこう美容院やるときもすごく強みにもなるし、逆にこういう構造だからこそ辞めちゃう人も多い。だからそう、だからこそなんでその構造でどういう人間の接し方をして、どういうあのアシスタントに対する対応をして、どういうスタイリストの話し方、接し方をして、そういう状況になっちゃってるのかっていうのを僕も知りたくて入ってるんで、だからまあ技術はもちろんそうなんですけど、その業界にある元々ある人間対人間で起きてる問題っていうのを自分の目で確かめたくて、はい、そういうのを見るために入りました僕近くにこういう縁起いいものがあるの好きなんで、へえ、何のこれ韓国かなと思ったら、でも暗算なんで僕にはまだ大体奥の、へえ、エースグリーンテラスです。やばい、懐かしい、半地下になってて、うんうん、あれです、あの可愛い家です。懐かしい、でもこっから僕はあの渋谷に引っ越した時自分で車借りて、え、マジか、自分で引っ越しお金なかったんで、はい、貧乏だったんで、スーパー貧乏でしたね。いつかこの家を出て、はい、知り合いに住んでやるぞっていうのを思ってました。あと、うん、地下にお笑い芸人住んでて、だからすごいこうトークだったり彼から学んで、しかも彼はいつもそう、なんかこう僕が帰ってくると絶対にギャグ一個回してくるんですよ勉強がてら、はい、はいはい、面白かったかっていう、全然面白くないですよ素人よりちょっとつまんないぐらいの芸人って僕大好きですけどね、彼と一緒にどうしたら面白い話できるのって言って、吉本入ってた人だったんで、あー、へー、その時からお笑いの極意を聞いたりとかしてて、次はあのニコニコ生放送やったんですよ。あ、はいはいはい、あ、ニコニコ生放送やってて、はい、なんかこう住所ってバレないわけじゃないですか、うん、でもなんかニコニコやってる時に、うん、斉藤さんってエイフグリンテラス住んでましたって言われて、え、何って言ったら、私エイフグリンテラスの横に住み始めましたよ、斉藤さんの通りっていう、あのこういう時にニコニコ言ったんですけどっていう怖いエピソードが1個ありましたね。やばい、なんかこの時ここに住んでた時の苦しい思いとかありますよね。なんかこう寝る時間削ってたんで、うん、練習して寝る時間削って自分をストイックに追い込みすぎてたんで、ちょっとメンタルがブレそうな時期もありましたね。うん、逆にそれが今だと学びになってそういうなんか、あ、寝ないとダメなんだとか、こういう考え方マインドしたらダメなんだとかが分かったんで、ちょっと終わるのも遅いし遠いじゃないですか、英福町まで。だからこそこう時間はないなってすごい思ってましたけど、今だったらそれが本当にやっておいてよかったなと思いましたね。思い出しですね。やっぱ朝と夜とかですかね、やっぱこう自分の一番こう脳みそを最適化させれば時間と増やせるんですよ。朝の時間とかってよく聞くと思うんですけど、ゴールデンタイムって言われてて、起床後に3時間って普通の脳みその状態の 3、4倍の活性化するんで、そこで全部入れちゃったりしますね。そうすればあそこでやれた情報がいつもの脳の状態よりもいい状態で入るんで、いつもの 2、3 時間の倍以上入るから、そこだけで時間間隔が8時間ぐらいになるわけですよ。なんでそこの時間で全部
インプットして、それ本当に相手が求めている情報をインプットして、だからそれをこう営業中にアウトプットできるから、インプットアウトプットがその日のうちにできるんですよ。だからそう常にこう自分のやることとか書いてあるんですよ、メモとか待ち受けとかに意識すること。恥ずかしいんであんま見せれないってことだ。常に待ち受けで 見たときに、僕基本的に今日は、ね、繋いでますけど、常に機内モードにしてるんですよ。集中力持ってかれちゃう嫌なんで。だからそうして考えると、自分で斉藤翔太っていうのも一人いて、もう一人やっぱ自分の感情で、あ、こうやりたいっていう、なんかこの自分の脳のそこのなんかホルモンによってブレちゃう自分っているじゃないですか。それをなんか昔からこう消したくて、こうマネジメント、斉藤翔太をマネジメントする自分と、論理的な自分と、その現実的にある斉藤翔太っていう2人いるイメージがあって、だから僕はこの論理的な自分自身をコントロールできるマネジメント側を斉藤翔太を詰めなきゃいけないと思って、だからこそ、その昔からちょっと20歳ぐらいの時からそれは意識してやろうかなっていうのはしてましたね。自分自身がまずどんな人よりもやらなきゃダメだし、より自分にストイックにやっていって結果を見せないと、結局こんな話しても僕に結果なかったりとか僕に実力なかったら、あ、綺麗事じゃん、それだけだったら誰でも言えるよ、口だけならって言えるんで、その僕がやりたいこう思いやりだったり優しさだったりとか信頼っていう、僕ってもともとベースが抽象的なもの、より抽象的なものがもともと好きだったんで、その抽象的なものを打ち出すために論理的な数字だったりとか結果でそれを追いかぶせることによってそれを正解にしていこうかなと思って、そしたら絶対にもっともっと業界内でくすぶってる子たちだったりとか、どうしたらいいんだろうって悩んでる子とか、そういう子を助けてあげれるのかなとか、そしたらもっと業界内でくすぶってて、なんかそういうのが悩みでやめちゃってる子も減らしてあげれるのかなとか、僕明日からちょっとでも頑張れる情報とかを広めるためにインスタグラムもフォロワー増やしてるんで、正直もう数値で言ったらある程度もう13、14万人ぐらいになってきてるんで、止めてもいいと思うんですけど、逆に僕のこと嫌いな人が全然いてもいいし、僕が何言ってんだこの人って思ってる人なんてもやむほどいると思ってるんで、そういうのは別にむしろ言ってくれていいし、逆にそういう人じゃもう見なくていい、じゃなくて僕の情報によって明日から一歩でも頑張りたいとか、一歩でも成長できる、なんか明日から斉藤さんの動画見て私美容師やっててよかったとか、僕美容師やっててよかったとか、明日から一歩でもポジティブになれたっていう人を増やすために僕はやってるんで、自分の能力を高めるのはそこに僕のミッションがあるんで、結局脳のコルチゾールっていうそのストレスホルモンが出てるからそう思っちゃうだけで、